はい、こんにちは。今日はインプレッサの動画です。今からちょっとガソリンスタンドの方にですね行って、ガソリンを入れて、それでちょっと職場の方まで行くだけの動画なんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。何ですかね、5月ということもありまして、全く何もやる気がしないですね。最近またなんていうんですか、ガソリンの値段も上がってきて、ハイオクでだいたい142円ぐらいですかね。インプレッサのタンクの方は50リットル満タンなんで、だいたいいつも30リットル入れるか入れないかぐらいなんですけれども、そうですね、5000円いくかいかないかぐらいですかね。信号無視。おはようございます。すいません、ちょっと動画撮ってるからこっちの窓からはい、よく元気で待ってね。はい、窓拭きいいです。すいません、ありがとうございます。車の運転の様子分かりましたすいません、どうしましょう。いいですよ。お願いします。すいません、アート引っ越しセンター。すいません、あ、ごめんなさい、4380円。ごめんなさい、あります、どうも。あ、147円、だいぶ上がってますね。もしです、ありがとうございます。もうすぐ150円ですね。走行が160キロでだいたい 29.8 リットル入ってますんで、30リッター計算で、割ることの160でリッター 5.5
ですかね。合ってますかね。ちょっとあの富士坪のマフラーに変えてからちょっと燃費良くなったんでしょうか。何もやる気しないですよね。今日はちょっとネットワークカメラの防犯系でレポートしてみようかなとは思うんですが、マフラーも相変わらず全くホッとしないですよね。スマイル川村クリニック在宅ケアセンター、川村外科っていう病院のクリニックセンターの在宅版ということなんですかね。スクランブル信号1個しかないんで、あここのスクランブル信号1個しかないんで、あの 前にでかいトラックとかバスの走ってると信号全く前見えないんですよね。見えないままあの突っ込んで赤っていうことがしばしばあるんで、その時にお巡りさんおると必ず捕まってしまいますよね。信号を増やしてくれるといいんですけれども、キティちゃんバス、さっき入れたガソリンスタンドの領収書です。ハイオクガソリン 29.8リットル、単価が147円、合計4380円。この消費税っていうのが確か暫定税率に、まあ足して消費税だったと思うんですよ。これは税金の二重取りですよね。まあどうでもいいんですけど、はい、というわけでして、間もなく仕事が無職なんですけれども、仕事がです。あと夜ですね、ちょっと怖いんですけれども、松島新地でも紹介してみようと思うんですが、松島新地、これカメラバレるとちょっとやばいんで、サクサクっとちょっと動画撮りに行ってみようと思います。じゃあ簡単なんですが、この辺で失礼させていただきたいと思います。